もう一個のクエストに行くよ。イベント、クエストじゃない、イベントだ。さあ何があるかな。またレベル 100じゃない、レベル1000だったりして、もう勘弁してくれよ。このイベントは途中でバトルが発生します。またか、そんな。いたいた、キリト君。レインさんか。特別コラボってわけじゃないのかな。レインか、そっちから話しかけてくるなんて珍しいな。何かあったのか。何があった。うん、実はね、キリト君にお願いしたいことがあるんだ。なんだい。ん、なんだ。俺でよければ力になるぞ。キリトさんすごいな、何も聞いてないのに力になるぞって言ってる。クエストを一緒にやってほしいんだけど。レベル1000じゃなかったらやるよ。なんだそんなことか。いいよ、一緒にやろう。レベル1000だけはやめてくれよ、本当。いいの？いいけどさ。もちろん大歓迎さ。珍しくレインから誘ってくれたんだし、断るはずないよ。ありがとう。じゃあ行ってみようか。それでどんなクエストなんだ？レベル1000のモンスターを倒すとか絶対やめてよ。それがね、人探しなんだ。ああ、よかった。人探し？いやでも戦闘があるって言ってたな。あ、今つまんなそうって思ったでしょ。いや、ほっとしただけだよ。いや、そこまでは思ってないけど、てっきり手強いモンスターの討伐とかかなと思ってたからさ。そうそう、怖かったんだよ。でもね、このクエストただの人探しじゃないみたいなの。またコラボか？誰かとコラボしたのか？どういうことだ？お兄様か？こういう系統のクエストって普通そんなに難しくないでしょ？さすがお兄様か？人探しとかお使い系は初心者用のクエストに割り当てられることが多いからな。そうだよね。でもこのクエストまだ誰もクリアしてないらしいんだ。じゃあ俺もクリアできないわ。そんなに隠れるのがうまいのか。レイン顔負けのハイドスキルでも使うのかな。NPC には負けてられませんよ。逆に NPC だから常に透明かもしれないぞ。いやいや、そこで張り合っちゃダメだろ。 NPC はある意味チートだからな。しかし誰もクリアしてないクエストか、やりがいはありそうだな。頑張ってみようか。興味持ってもらえたみたいでよかった。でどんなクエストなんだ。じゃあ早速案内するね。キルト君、ついてきて。まあ、わかった。クエスト行ってみようか。ここはとあるダンジョンです。かな？じゃなかった、砂漠だった。クエスト開始地点はここら辺なんだけど。こんな砂漠を探せと。あそこに NPC がいるぞ。本当だ、話しかけてみよっか。その話しかける相手がどっかのコラボキャラクターか。ただの怒りたじいさんだった。何？いきなり泣き出しちゃったよ。話しかけられたのが100年ぶりだったとか、女の子に話しかけられることが初めてとか。のっけから面倒ごとの予感がするな。もしかして誰もクリアできないんじゃなくて、誰もプレイしたがらない内容のクエストなんじゃ。そんなことはないはず。とりあえず話だけでも聞いてみようよ。聞いてみようか。ああ、そうだな。私はアース神族の使者、君たちに頼みたいことがある。なんだい。いきなりか。いきなりだ。まあ、どうかセックを、ローバーセックを探し出してはくれないだろうか。セックか、何を言い出すんかと思ったじゃないか。ローバーセック、聞いたことがない名前だな。ローバーセック、私も北欧シーマに登場する神様なのかな。バルドル様が生き返らなかったのは全てあのローバが悪いのだ。どういうことだ。先日バルドル様が弟君ヘズ様の手にかかりお亡くなりになられたのだ。なんかいろんな固有名詞が出てきてるな。セックとかバルドルとかヘズとか。弟さんの手で。しかしバルドル様は崇高なお方、我々はかの方を生き返らせる術がないかと冥界の女神のもとを訪ねた。女神は一つの条件を出した。
それは世界中のすべてのものがバルドル様のために涙を流すこと。あの方はすべての神、いやこの世の万物に愛されている、いわば私たちの光。全く知らなかったから俺は愛してないぞ。冥界の女神が出した条件はあまりにもたやすい。我々はそう思ったのだ。それ信者が思ってるだけじゃないか。しかしバルドル様は蘇らなかった。あの老婆が涙を流すのを拒否したせいで、私たちはその老婆を捕らえ正義の鉄槌を下さなければならないのだ。なんだこの宗教的なやばいやばい会話は。誰もやりたくないクエストだぞ。どうやらただの人探しというわけではなさそうだな。これ受けたくないわ。だね。迷子のおばあさんを探すのかと思ったけど、犯人を捜索するみたいな感じだな。泣くことを強要しろとか言って、ひどいな。おら泣け、おらって言われて、なんで泣かないといけないんだ。どうか我々に手を貸してくれないだろうか。嫌です。わかった。俺たちが老婆セックを探そう。探すのか。キルト君は優しいな。いや優しくはないぞ、かわいそうだぞ。ローバセックさん、おありがとう若者たちよ。とは言ってもさすがにノーヒントじゃ探せないよ。ローバセックさんを探すのはしんどいぞ。やつの逃げた場所ならおおよその見当はついている。逃げたとか言うなよ。砂漠地帯に逃げ込んだという知らせがちょうど他の死者より届いたのだ。いや砂漠地帯は広いぞ。砂漠のどこかにはいるんだ。それでいいのか。わかった、探してみるよ。それで見つけられるのか。ああ、頼んだぞ。私たちの方でも引き続きセックの捜索に当たる。神様たちから逃げるおばあさんか。どんな人なんだろうね。ただものではないのは確かだろうな。うん。どうしたの？なんか嫌だな、このクエスト。うん。バルドルって神様が死んだのは弟に殺されたからって言ってたじゃない。じゃあ弟からは愛されてないじゃないか。ああそういえばそう言ってたな。なんで兄弟同士なのにそんなことしたのかなってちょっと引っかかってさ。バカだな、兄弟だろうと姉妹だろうと遺産問題とかいろんなところで揉め事を大量に起こしてるじゃないか。まあとにかくまずはセック探しだね。砂漠地帯にいるって話だったっけ。早速探しに行こう。ほんと醜い争いだよ。なあ今日も頑張ろう。頑張ろう、急に喋ったぞ。自分で探せと。間違えた。適当に飛んで適当にまっすぐ行っただけで見つかったぞ。誰かの叫び声。ヒャーって鹿になったような喋り方してた。向こうに人が倒れてるぞ。叫び方がヒャーって。おのれセックめ。大丈夫ですか。一体何があったんだ。お若き妖精たちよ、私はアース神族の使者。先ほどセックに返り討ちにされたのだ。セックにボコボコにされてるんだな。これセックがやったとんでもない老婆だ。やつはまだ遠くに行っていないはず。私のことはいいから先へ進んでくれ。はい、わかりました。行ってみようか。神の拒否した挙句追っ手を返り討ちか。老婆とは言ってるが一筋縄じゃいかない相手みたいだな。本当にやらんとダメなのこれ。ちょっと怖いよね。やりたくないな。まあ実際に見てみないとわからないな。レイン先を急ごう。わかった。なんかいた、こいつか。あれ何もないぞ。何もないな、無視していこうか。上か、上にいたのか。どこに行けばいいんだ、こっちか。ピョンピョン、この間とかにいるんじゃないか。
おい、見当たらないぞ。あ、でもこの辺周辺のどっかなんだな。適当に飛んだきゃ見つかるのかな。骨のとこ行ってみよう。何かいた？人がいた。この人か。よく来たの、アース親族の手下たちよ。お前が老婆セックか。別に強そうには見えないけど、隠し武器でも持ってるのかな。簡単に捕まえられると思ったら大間違いじゃ。人を見た目で判断しちゃいけない。わしはお前たちなどには到底捕まえることはできない。どこまでもどこまでも逃げてやるぞ。じゃが、せっかくここまで来たのじゃ、ただ逃げて相手をしないというのもつまらぬの。もっと早く喋ってくれないですか。お願いします。何をするつもりだ。早く戦おうぜ。お前たちに置き土産じゃ、存分に楽しむがよい。なんだ、分身とか。何かが来た。ただのゴーレムかよ。モンスターを召喚したか。やっぱりただものじゃなさそうだな。ただのゴーレムぐらい余裕じゃないか。とにかく倒さなきゃ。ああ、行くぞ。レベル1000とかなんだろ。ああ、弱いわ。よかった。逃げよかった。おい、逃げんな、逃げんな、逃げんな。なぜ離れていくんだ。攻撃中に。終わった。大したことなかったな。弱かった。はい、りさあどうなるんだ。よし、倒したぞ。やったね。そうだ、セックはってやっぱりいないか。ただ逃げるわ。俺たちが戦ってる間に逃げたみたいだな。まあそんなすぐに捕まるわけもないか。もしかしてこのクエストはどんどん続くのか。さすがにこれだけだったらもっと前にクエストクリアされてるよね。そりゃそうだ。あと一歩だったか。残念だ。 あなたは確かここに来る途中に倒れてたアース親族の使者。実は弟だったりして。セックには逃げられてしまったようだな。すみません。しかし今しがたの戦い見事であった。君たちであればいつか必ずやセックを捕まえてくれると確信した。どうか再び私たちに力を貸してくれないだろうか。何をすればいいんだ。はい、もちろんです。もちろんですって言ってしまった。そうか、ありがとう。セックの行き先は我々アース親族が全力で調査する。新たな情報が入り次第君たちにも知らせを送ろう。あ、このクエストは続くのか。わかりました。続いていくのか。とりあえずはこれで一段落みたいだな。新しい情報が入るまで町に戻って準備をしておこう。うん、そうだね。そうしようか。よくわからないままクエストが終わってしまった。一体何だったのか。新しいイベントはまた出るのかな。お祭りっていつやってるの。もう終わったから。もう終わったよ。もう新しいクエストは湧いてこない。じゃあセーブしとくか。そういえばギャラリーっていうのが増えてるんだ。どんだけギャラリーがあるかっていうのがいっぱい見えるよ。あと3つみたいだ。あと3つ新しい画像がある。そしてムービーがあって、で終わりだな。あと3つ。
3つか。